の、 あの動きだとか見ていると、今私たちが何かやるしかないと、あのそれは本当に突き動かされるような思いで、少しずつ体力も整えてきたし、昨年社民党さんの方から呼びかけもあった。でここは私たちも、だから私たち自身がぜひあの緑の党や多くの、 あの皆さんにも、あのこれから選挙までに何とかして一緒に参加してきていただきたいと、まあ、うちはそういう意味ではその呼び水になればいいと思っているんですけれども、あのできるだけ幅の広い憲法をしっかりと生かす勢力をこの際あの作っていこうと、あのそのためにやる選挙だと考えております。はい、で今2010年 の、 その参院選のことがお話しありましたけれども、今回戦うにあたってはその仮に当選した場合 の、 その政党所属といったようなことはどういう取り決めになっていらっしゃるんでしょうか。まあ、実際にそこまで具体的な話をしているわけではないですけれども、推薦という枠ですので、お互いに社民党さんの候補者は社民党席で、新社会党の候補者は新社会党席です。ですから仮にあの本当に私たち頑張った結果が出て、複数あの議席を獲得できるということになれば、国会内の会派はあの一つの会派、これは社民党さんが提案されている会派があるんですけれども、そこに属する。でしかしあのそれは会派なのであって、党の席は新社会党のものがもし当選できれば新社会党の党員である、こういうことです。はい、ちょっとだけ補足させていただきますと、社民党の参議院選挙の方針としてはですね、社会民主党、中黒、市民共同というそういう新しい会派で一緒に、国会活動をしていく。だからその当選したからじゃあ社民党に入ってよというのはこれは非常に失礼な話なのでですね、やっぱそれぞれの出自政党の立場はきちっと尊重しながらですね、一緒に国会活動をしていくと、そういうふうに一応整理をしております。ですからまあそういったことが実現できるようにですね、ぜひ結果をやっぱり出していかないといけないというふうに思います。はい、どうぞ。朝日新聞の横山です。どうも、委員長と党首にそれぞれお伺いしたいんですけれども、今回その今の話にも少し多少重なる部分もあるんですけれども、党単独ではなくて一緒に戦うことで、もう2つの政党ともこうなかなか党勢の伸び悩む中でですね、それをどのようにですねそこにこうつなげていきたいか、どういうところにこう一緒にやることに期待を感じているかというのをそれぞれお願いできますか。はい、どうぞ。実は本当にここ数年、事実上ですね憲法を守ろうという運動、あるいは平和をどう作っていこうかというふうな運動は一緒にやってまいりました。で、そこに対してさらにステップアップというか、その一緒にやっているんだということを私たちはもうちゃんと見せなきゃいけないでしょうと、自分たちが納得しているだけではなくて、ここまで私たちは一緒に踏み込んでやってるんだということを見せる、それが選挙だとこれは正直思っております。で、同時にですね、今回社民党さん の、 出される候補者の方々についても何らかの有名人を出すという形ではなくて、それぞれの運動に関わってきた人たちを出されようとされている。で、私どもも本人が申し上げましたが、いわゆるそのロスジェネ世代、本当に今の社会の中で自己責任をとっても感じさせられてきたけれども、しかし
実際にはその生活がね、そうなるようになってしまったのは私たちの社会というか政治が、国会が作った法律が、生み出したその制度が働き方などをね、規定していくことになりましたので、それを変えたいというその世代が率直に声を上げることは、政治に対する関心というものをもう一度いろんな世代に持ってほしい、その、まあ、願いが届くならば私たちの党の運動にもきっと生かされていくと、まあ、そう思って、決断をいたしました。ありがとうございます。非常に嬉しく思っています。一つは新自由主義からの転換、そして脱原発、そして護憲、憲法を変えるのではなく憲法を生かしていく、そういう勢力が従来の社民党だけではなくて新社会の方が入ってくれたり、まあ、緑の党の人たちとも仲良くしてますが、それが社会の中でより広がっていって、一つの塊というかネットワーク型、ネットワーク的に力を持っているということをたくさんの皆さんに知ってもらって支持を増やしたいというふうに思っています。つまりだんだんちっちゃくなる社民党というイメージではなくって、やっぱり新自由主義からの転換、脱原発、憲法を生かしていく、護憲、この3つに関してはそうだよねと思ってくれてる人結構いると思うんですね。ですから今日今回こういう形で一緒にやることで、そしてもっともっとたくさんの人を一緒にやろうよと、やれることでですね、一つのこの政治勢力の塊、新自由主義からの転換、脱原発、護憲というのがもっともっとフィーチャーされて、もっとたくさんの人に支持されて、もっとどん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 増えていくことを本当に心から期待をしています。ですから基本的には参議院選挙勝利なんですが、そういう形でよりつながって広がっていくということを本当に一つの運動として全国展開して、やっぱり日本の政治を変えるその起爆剤ときっかけになるようにと思っております。ブームが起きるように頑張りたいと思います。すみません、追加でですね、今回その比例名簿の搭載という、まあ、形を、まあ、推薦枠で取られるということなんですけれども、一緒にやろうというきっかけは社民党さんから新社会党さんにあったということで、この方式を取るっていうことも社民党さんから提案があったということでよろしいでしょうか。はい、呼びかけの中身として、比例の統一名簿でやりましょうと。で、統一名簿って何だという話になったときに、かつてのように党に実質入って公認という形ではなくて、それぞれの党を認めるという形でやりましょうということはその時点でお聞きしておりますので、はい、ありがとうございます。最後にですね、ちょっと不勉強で恐縮なんですけれども、その社会党からの流れのその歴史のところでですね、政治改革の話されましたけど、あとその連立政権を組まれた後にですね、自衛隊の問題であるとか安保条約の絡みの政策での違いっていうのもあったかと思うんですけれども、現在のところですね、社民党さんと新社会党さんでその政策的に異なる部分っていうのはあるんでしょうか。おそらくとしか言いようがないんですけど、スタート時点では、まあ、村山さんが最初の党首ですよね、はい、ですから自衛隊をめぐる位置づけだとかというのはこれはっきり違いがありました。でその後ですね、社民党宣言を、ね、はい、社民党さんは2006年に社民党宣言というものを出されまして、その時点からはおそらくほぼ同じような姿勢でずっと来ていると思います、はい。社民党自身も小選挙区で除名した人たちに対してその名誉回復の手続きも取るわけですね。ですからその意味では社民党宣言で社民党の見解をまとめ、その意味では新社会党の間でなんか大きな違いというのはない、ものすごく近いと思います。
社会党の間でなんか大きな違いというのはない、ものすごく近いと思います。ウェバウェバネットの松原と申しますけれども、一つは服部さんに聞きたいの、その社民党市民共同で今回やる比例統一名簿の立候補者が今何人まで決まっていて、もし発表できるんであれば誰と誰で今決まっていると、あと何例えば増やすとか、その辺のことを知りたいということを一つですね。それから岡崎紗子さんご本人にお聞きしたいのは、まあ失われた世代、どちらの世代と言われている、まあ、新自由主義時代またがる中の20年間の中で、こう大学もすごくこうね、外国大学とか出てますけれども、引きこもりに至ったりとかですね、ご自身かなり女性差別の辛い体験をする中で、社会の問題を考えてっておっしゃったんですけれども、何かその具体的なことがあれば教えてください。はい、全国比例の候補者ですけれども、今お手元に第3次の決定案というのを決定事項を配布させていただいておりますけれども、まあ、ご存知のように、福島みずほ党首、大津崎優子副党首からキム・デオン氏と、まあ、発表しているのはこの3人公認候補として発表しております。で、来週また発表させていただく予定なんですけれども、最終的に全国比例の公認候補は、まあ、最低でも5人考えております。そして、推薦枠についてはですね、今新社会党さんから1名決定していただきましたので、あとまあここからですね、もっと他に、じゃあやろうというところが出てきていただけるのかどうか、これはまだちょっと未定ですけれども、まあ、一応そういう呼びかけをですねずっと我々しておりますので、また期待はさせていただきますというふうに思ってます。ですから、まあ、最終的には推薦枠の方含めて、まあ、最低でも6名以上もう少し増える可能性はあるかなというふうには今思っておるところです。で、まあ、選挙区は選挙区でまた別なんですね、はい。まあ、ちなみに、東京の選挙区なんかはですね、社民党、そして新社会党、緑の党、そしてまた無所属市民派の皆さん、市民派の皆さん一緒にですね、選対をもうすでに作っておりますので、そういう形で幅広い、選挙戦をですね、選挙区でもぜひ実現をしていきたいというふうに思っておりますが、まだ候補者がですね、なかなか決まっておりませんので、発表するとこにはまだ至っていないというのが現状です。はい、すいません、質問を確認したいんですけど、引きこもった経緯と、っていうことでもそれももちろん含めて、卒業の世代ですと、はい、自分だけじゃなくて周りも含めて、はい、いろんな状況の中で、はい、あなたが引きこもった人もあったと思うんだけれども、はい、その中で生きてきて見てきたこと、自分体験してきたこととか何かあれば、はい、体験してきたこと、そういう、差別の女性に対する生き方の差別というんですけども、はい、そういう生きづらさみたいなのを感じた、生きづらさ、ね、そうですね、具体的な例があれば、はいはい、あ、わかります。具体的な、まあ、例って言えるかどうかはわかりませんけど、やっぱりこの生きていく中で、まあ、私就職するときに、まあ、強く一番感じたのかな、やっぱりこの世の中の制度そのものが、まあ、家族単位で、できてて、でその中やっぱ家族単位だからこう非正規の問題とかももしかしたら長時間労働とかも、介護や保育は、まあ、女がやるものみたいな観念とかも、子どもの教育費が、まあ、家族の受益者負担とかそういうこともそういう問題が全てやっぱり家族単位のがあるからあると思うし、
そのことで、まあ、女性の人生ってなんとなくこうなんとなくこう決められているような感じがあって、私もそれを感じてきたし、はい、生きる選択肢が少ないと感じてきました。いや、それで、はい、まあ、あまり詳しくなくても引っ込みになってしまったってどんなことなんですか？あ、そうですね、その時に、まあ、周りの私の同級生は、まあ、すごい能力もあって何でもできるような感じなんですけど、なぜかこうその高校時代の時にの夢っていうかが、まあ、結婚、早く結婚したりとか、なんかそういうようなあのことを言う子が多くて、それがまあすごいショックだったのもあるんですけど、私はあのそういう選択肢がなくて、でまあなんとなく大学に進んだんですけど、で一方でなんか自分もなんかその時になんか自己実現とかあの夢を叶えるみたいな、そういうようなこう世間でもいろいろあって、自分自身もなんか新自由主義的ななんかあの考えに毒されてた時があって、だけどこう実際にはなそんな特筆したこともないし、就職でも男性に負けるし、な何者かになりたいけど なれるわけではないっていうことが分かって、あのめっちゃ未熟なんですけど、それで自信をなくして引きこもりました。ギャップにこう自分で苦しんだんだと思います。ありがとうございました。どこかございませんでしょうか？なければこれで終わらせていただいていいですか？はい、そしたら、はい、写真3人で、じゃあどうもありがとうございます。